気の流れを良くする体の整体を行っていきます。大丈夫ですかね。はい、はい、おっとダメージが結構、やっぱり左膝はちょっとあれかな、ちょっと怖いですかね。これで怖さがありますか。あ、膝の方に近づいていくとちょっと怖さが出てくる。あ、ここがとか、はい、弱いんですよね多分。そうですね、ハハハハ。
足楽にしていいですすみません。辛さないですかね。はい、大丈夫です。違和感とか痛みありました？あ、大丈夫ですか？はい。そこきますね。うおん？
ですね。もともと体硬いのもあるけど、ええ、うん、また腕使ってますからね。ああ、そうですよね。なんか筋肉痛みたいな感じの硬さがありますよね。そうでしょうね。使ってますもんね。気持ち痛いみたいな。あと、もっと回ればいいのに全然肩が回んないとか。そうですね。なんか肩力入れてるのもあると思うんですけどね。肩のやっぱり緊張があって。そうですね。あとか言って。コリンってなりますね。絶対なるんですよ、ここ。ここを柔らかくしたいなって本当思いますね。もういつもカクカクってなって回してる感じですからね。右腕もあったでしょ、こういうの。そうですね。すごい。猫背だから前に来るんですよね、腕。そうですね。引っ張られてずれるですね、重さで。本当に。まあ普段から気をつけるしかないんですけど。やっぱり後ろに引いてくる癖つけた方がいいと思いますね。はい。なるべくこっちで作業したらこっちに持ってきて戻すと。上がって前に来ちゃってるんで、下げて後ろにっていうことなんですけど。下げて後ろに、下げて後ろに。ああ、これね、これ手首がめっちゃ気持ちいいんですけど、抜ける感じの、手首の位置も悪くなってますからね。気持ちいい、気持ちいいけどみたいなところありますね。あー、なんかこカクカクずっと言ってる手首がっていう。言ってますね。もうね、肩も言ってますね。肩も言ってるけど、特に手首がね、抜けてる感じがします。そうですね、関節詰まってくるんで、手首取れちゃうんじゃないかなと思うような。取れない、そうです。それぐらいなんかこれ今さっきよりスムーズですよね。あのカクンがあるんですけど、あるけどスムーズ、さっきより痛くない。さっきよりもカクンの感じが一個だけになりました。そうですよね、カクカクってロボットになってました。大きくガクンってしてたのが小さくカクンぐらいになったという感じですね。だからそれがね、それもあると思うんですよね。姿勢作っちゃう一つの要素なんで、はい、あとはその緊張を作る要素でもあるんで、肩とか手首に力が入ってるっていうことが、これが痛い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 邪魔してるんですね。位置がずれた状態になっちゃってるんで。いや、気持ちいいけどそれがしたくてできないんですよね。胸を反らしたりとかするときにここを邪魔になってますよね。痛い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 ってない、無理にやっちゃうと腰にくるから、この部分で。でも伸ばしたいから伸ばそうとすると、あ、これ以上いかない、硬いっていう感じです。あ、でもさっきより良くなってますね。あの、もう要するに癖ですよね。こっちに来たらもう必ず一回前に行って、そこで一旦ストップしてからのグリーンってなってる。あ、そう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 なってる、そうなってる。
痛がなくなるためにはちょっと周りをほぐさなきゃいけないんで。ああ痛い。痛いですね。痛いけど気持ちがいい。気持ちがいいよ、すごい。腕と肩ですね。ポキ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 ってますね。いろんな方向に持っていくことで、はい、真ん中になるんですよ。こう、うんうん、瓶の中の偏りとか隙間があったら振っとくと平たく平らにならされますよね、はい、あれと同じ理屈で体のそういう癖とか硬さっていうのは振ってあげるとまあ、センターというかニュートラルな状態になるんですね。で振るのが一番負担が少ないですよね。軽い感じでできますよね。はい、そうですよね。はい、まあ、確保はしてますけど、うん、全然痛かったですもん、それするだけで、それが普通に回る。そうですね。だいぶ位置が戻ってきた感じです、ね。ここも余裕ができたんで、さっきより痛くないですね。そうですね。後ろがちょっと痛い。左より右の方が滑らかですね。滑らかですね。まあ、さっき やったのもあると思うんですけど。あ、そっか。そりゃそうだ。あ、でもどっちにしろやっぱり左の方が強いかな。うん、ゴリゴリは強かったですよね、もともとね。重いもの持ったりなんか握る動作がね多いですから多いから特に固まっちゃう、そうなんですよ。全然そうですね、状態はいいですね。左の方が、ね、左の方はもう全然動かなかったですね。比べるともう全然、うん、差が結構わかりますね。かります。ひどいぐらい差がありますね。そうですね。左はまあ普段使わないからなおさら気にかけないで しちゃうことが多いんですよね。ああそうですね。で、動かすときに無理やり動かして伸ばすから余計なんですよね。なんかそうですね。硬いですね。あ、そんなに。うん、なんか
ぱりもう力が入りやすい。そうですね。腕と一緒になってますね。なってます、なってます。ブラブラってならない。ならない。そうですね。痛いとは思うんですけど。いやいや、気持ちいいです。疲れが溜まってるし。あ、痛い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 。あ、痛いですね。うん、とにかくぎこちない。とにかく力が入ってる。気持ちいいですね。こう自分でストレッチをしたところで間違ってるんじゃないかという不安も出てきますね。出てきた。そうですよね。あれ、痛い痛い、やめとこうって言ってやめて、うん、だけどこれちゃんとできてるかしらって、だんだん不安になってきますね。そうですね。やっぱりあんまり痛みが続いちゃってる状態だと、もう自分でも何していいかわかんないですよね。そうですね、気持ちいいところっていうけど、どこもかしこも痛い、どこもかしこも硬いんだっていうことに気づき、そうですね、これは、だからボキボキボキって言わしてる感じですよね、常にストレッチも。あ、これはやばいんかな。自分の体にある程度そういう自信とかね、こう感覚がないと、そう言ってる自分のとかがもう全く理解できなくて、そうですね、自信といつの話だなんかあったっけみたいな。そうですよね。やっぱなんか自分の体にもそれだけの不安しかないみたいになってきますよね。やる、いや何かするにしてもそれで正しいのか不安みたいになっちゃいますからね。危ないね。一緒でさえ、リラックスってこういうことかな。ちょっとやっぱり少し呼吸が楽になってきましたね。そうですね。まあ、やっぱりね、楽にできない体と状況っていうのが続いちゃったせいで、なかなかね。ダメ、それ食べちゃう。とっても気持ちがいい。股関節がね、硬いから、体がこっちになっちゃいますね。開かない。一番の気持ちがいい。いつもやりたくてもできない。硬すぎて、そこを股関節を開くことができなくて、ここポキってもういっちゃえばいいなっていつも思ってました。
でも多分いきなりここやってもダメだったと思うんですよ。今多分ちょっと緊張が緩んできて、 ある程度押せるぐらいまでの硬さになったんですね。気持ちいいんだろうなとは思いますね。わかる、ここわかる。そっか、そっか、腰やられてるから余計か、この辺りがもうずれてるっていう感じがすごく感じます。そうですね、腰ダイレクトにされないときももからほぐしたりしますからね。いいよ、ここなくて。はいはい。ね、爪。あ、すごいすごい。いいって。入ったって感じ。どっちかにこうなってますよね。左側が前に来すぎてますね。はい、そうですね。苦しいですか？くすぐったい感じですか？いい、大丈夫ですか？はい。はい、こんな感じでいかがでしょうか。そうですね、わあ、すごい楽になってる。